ニャちゃんってまだまだ子供よね。次男帰るのか？帰るけど、それがなんだよ。仲良し作戦、アーニャ、父の任務成功させる。アーニャも今から家帰る。あ？だからどうした？じゃな。次男とおしゃべり難しい。でもアーニャ諦めない。次男と仲良くなって世界救ってみせる。お帰り。そろそろ夕飯にするか。今日はハンバーグの予定だったな。わーい、今日の夜ご飯、父の作るハンバーグ。よくわかったな。と、宿題があるなら早めに済ませておけよ。あ、そういえば。ではヨロさん、僕は夕飯の準備をしますね。ありがとうございます。じゃあ私はその間にボンドさんのお夕飯を。ボンドさん。アーニャ遊んでる暇ない、絵日記で忙しい。ボンド、絵日記が宿題なのか。何を書くんだ？それに悩んでいる。本日はここまでとする。諸君気をつけて帰るのだぞ。アーニャちゃん、課題で出た絵日記だけど何書くの？アーニャすごい絵日記書く。それってどういう絵日記なの？次男はどんなの書く？あ、絵日記？なんでそんなやつに聞くのよ。どんなの書こうが関係ねえだろ。安く喋りかけんな。すごい絵日記書いたら次男にも見せてやる。すごい絵日記？庶民のすごいなんて大したことねえだろ。そうだそうだ。ちょっと、実際大したことなくてもアーニャちゃんにとってはすごいものなのかもしれないでしょ。はっ。ってことがあった。そうか。それにしても絵日記なんてすごいも何もないだろう。そもそも絵日記はその日の出来事を絵と文章で表現させてアウトプットの強化を図りつつ、教師が生徒の日常の把握を。父難しいこと言ってる。でも次男にすごい絵日記見せないと。そもそもなんでそんなこと言ったんだ？プラン B のため。すごい絵日記が描けるなんてすごいぜアーニャさん。友達になってくれ。
予定。目立ちたかったから。そうか、うん、そうか。でもすごい絵日記って何でしょう。楽しい思い出を書くとかでしょうか。アーニャ、楽しいお出かけしたい。宿題に前向きに取り組もうとしているのはいいことだな。少し検討してみてもいいんだ。お出かけをしたら絵日記も書きやすいですよね。お出かけしたい、したい。わかったわかった。それじゃどこに出かけるか決めるとするか。アーニャさんとボンドさん、嬉しそうですね。お出かけまでにちゃんと準備するんだぞ。うい、ずいぶんと張り切ってるな。ウォフ。おはようございます、アーニャさん。いいお天気ですね。母、今日はずっと晴れ？そうですね、見たところ雲はなさそうですが。朝の天気予報では一日晴れると言っていたぞ。
あんまり近づくと濡れるぞ。楽しそうですね。じゃあ帰るか。ボンド眠そう。
書く。でも眠い。たくさん遊びましたからね。次のお出かけ先を決めなくていいのか？家族会議する。ボンド起きろ。アーニャ、街で何かしたいことはあるか？おいしいもの食べたい。いいですね。おいしいものを食べに行きましょう。うい、楽しみ。決まりだな。アーニャ、あまりはしゃいだりするなよ。おきどき。そろそろ寝る時間だぞ。あーにゃ、まだ寝ない。眠そうにしながら何言ってるんだ。ボンド、一緒に寝る。お、you
こんにちは、あるいはこんばんは、エージェント黄昏。今回のターゲットは美術品に隠された暗号だ。敷地内の至る所に美術品があり、そのうちのどれに暗号があるかは不明だ。なので片っ端から調査する必要がある。というわけで今すぐ行ってこい。無茶なオーダーのため情報を集める時間はなかった。情報不足のまま変装して潜入するよりは強引に忍び込んで対象を回収する方が良さそうだな。監視には注意して進もう。残り3つか。あと2つか。一つだな。こちら黄昏、すべての目標の回収に成功した。よくやった黄昏。直ちに本部へ帰還せよ。ふん、任務完了だ。
事するお仕事でした。
さんのペン。前も見た。もうアーニャちゃんたら、新しいやつよ。ほら、前のと色も違うでしょ。こういう小さいことから話題を広げるの。おしゃべりするにもきっかけは大事でしょ。きっかけ。ねえ、おしゃべりのきっかけになるなら興味があることでも何でもいいの。アーニャちゃんと話すことが増えたら、みんなアーニャちゃんのいいとこ分かってくれると思うわ。おしゃべりのきっかけ、何でも。あ、つまりペンギンさんの話をすれば。え、ペンギンさん。父にもらったエージェントペンギンマンの話すれば、みんな食いつくはず。ロイド様にもらったペンギン。アーニャちゃん、その話詳しく聞かせて。様の苦手な国語を重点的に。国語の勉強、アーニャも一緒にやる。ふん、ダミアン様がお前なんかと一緒に勉強するはずないだろ。授業、次男と同じ班、プラン B のチャンス。てめえ、マジで邪魔だけはするなよ。やっぱり次男クソ野郎。次男のいいとこどこ？それは、その、今ちょっと思い出せないだけで、ダミアン様のいいところはいっぱいあんだよ。フォージャーよ、元気かね。アーニャ絶好調。それは何より、子供は元気が一番だ。
帰り。そろそろご飯の準備をするか。まだまだガキね、あいつら。アーニャ、別に気にしない。一緒の班になれば次男にいいとこ見せられる。そしたらアーニャのこと尊敬するはず。仲良くなってプラン B 進む。父も喜ぶし、
世界平和。あ、そうだ。ねえ、アーニャちゃん、おしゃれしてあいつらのこと見返してやりましょうよ。男なんて結局女の見た目には弱いのよ。可愛くなればあんなやつイチコロだわ。アーニャ、よくわからない。おしゃれ難しい。大丈夫、私が手伝ってあげるわ。星たくさん取るためにアーニャ頑張る。おお、良い心がけだ、ポージャー。だが焦る必要はない。しっかりと基礎を身につけ、日々を丁寧に過ごしなさい。うい。う、頭に何か当たった。投げつけないでよ。先生に言いつけるよ。なんだよ、俺らがやった証拠あんのかよ。そうだそうだ、言いがかりだ。ベッキー大丈夫だ、アーニャ全然気にしてない。さすがアーニャちゃん、大人の余裕だ。バカにしたような笑いやめろ。調子乗んなよブス。そこ、今は掃除の時間だぞ。トニトが欲しいのか。またこいつのせいで恥かかされた。笑顔なのに仲良くなれない。母の教え役に立たない。帰り。チッチー、どうした？これ何？おお、抽選券だな。一枚あるから福引きができるな。休みの日になったらな。うい。福引き。
モフ。そろそろご飯の準備をするか。そんなこと言ってたな。急いで行かないといい商品なくなる。それじゃあ行くか。やったする。そうか、頑張れよ。うい、アーニャに任せろ。これに
決めた。えい。うわ。ドキドキ。うわ。これに決めた。あばばば。これに決めた。きのまま。やったー。ドキドキ。これに決めた。あわわわ。ふわー。あわわわ。ドキドキ。えい。きのまま。えい。あわわわ。えい。みのまま。あい。ドキドキ。えい。はう。ドキドキ。うわー。はう。これに決めた。ガですね。モルフ、ついてこいお前ら。敵の罠に気をつけていくぞ。
ーフォーフォー。アーニャもお腹すいた。そろそろ帰るか。今夜の夕飯は何にするか。アーニャハンバーグ食べたい。なかった？え、そんなことありませんよ。すごく楽しかったです。ちょっと考え事をしてました。アーニャもお出かけ楽しかった。思い出しながら絵日記のこと考えてた。次のお出かけは今日よりももっと楽しいお出かけにしましょうね。